どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。さあ、今日の動画はですね、2019年5月、プレイステーション4の発売されるソフトを一挙にご紹介したいと思います。さあ、新しい和歴が始まってからのね、記念すべき、ゲームソフト発売ですよね。だからもうこれ一番最初に出るゲームソフトは令和が始まってから最初に発売されたソフトなんて言ってね、未来を語り継がれるかもしれない、かもしれないだけですからね忘れられるかもしれないんですけれどもね。ただですね、5月ですね、非常にですね、発売されるゲームソフト撮影現時点で分かっているものすごく少ないんですよ。ご紹介した後にその辺も含めて最後、いくつかお話できたらななんてちょっと思っておりますので、よかったらゆっくりご覧になっていってください。では紹介の方始めていきます。ではまず最初はこちら、5月16日、5月16日まで発売されないんですよ、5月ね始まってからね。5月16日、イースセルセタの樹海会ということでね、会っていう文字が2つ並んじゃうんでね、なんか突っ込んでるみたいな、樹海会みたいな感じ、見える、聞こえちゃうんですけれども、日本や日本国外でもですね、非常に高い人気を誇る、アクション RPG シリーズのイースのシリーズですね。で、イースセルセタの樹海は、もともと PS ビタ用としてこれ発売されておりましてですね、まあその後ですね、イース8とかエース9っていうですね、そのあたりの作品にシステムの基礎を築いたと言われているような、作品となっております。そんなセルセタの樹海、ちょっとね、セルセタって言いにくいんですよセルスタって言っちゃいそうになるんですけど、セルセタですからね。そんなセルセタの樹海が回、要はパワーアップ、バージョンアップしての登場となっております。フル HD、これはもちろんのことなんですが、なんと 60fps で快適に動きます。で、さらに高音質化となっております。快適なプレイを実現してくれましたね。 RPG でこれだけ長いこと主人公の座に君臨し続けるアドル・クリスティンってちょっとすごいなとかってちょっと思いつつもなんですけれども、過去の名作を今一度、綺麗なグラフィックでやってみてはどうでしょうか。続きまして、5月21日発売、チームソニックレーシングというわけです。さあみんな、5月はこのゲーム買うよね。だって他に買うものあんまりないんだから、ということで、このレースゲーはでもね、かなりすごいと思います。チームソニックレーシングってチームって言ってるぐらいですから、チームアクションなんですよね。3人でチームを組んで仲間と協力したアクションがあるんですよ。例えば味方の後ろをこうぐーっとつけて走ると加速するんだよね。レース中に獲得したアイテムもチームメイトと交換することができたりするんですよね。でもこれってオンラインも3人1組なのかな、そのランダムで3人1組チーム組まされるのかな。いや、1人でやりたい時もあるよね。ちょっとギスギスするの嫌だなとかちょっと思いつつも、その辺のシステムはどうなってくるのかっていうのはちょっとまだわからないんですが、このゲームにはですね、マシンのカスタマイズもあるんですよね。まあもちろんパーツも、取り替えたりとかできるんですけれども、パーツだけじゃなくてカラーリングも自由自在。ちなみにこれパーツのカスタマイズをすることでマシンの性能自体もカスタムすることができますんで、自分にとって最高に操りやすいマシンを作ることもできるっていうことなんですよね。もうこうなってくるとね、まあ、正直ね、カスタムしてるだけでも楽しかったりするんですよね。まあ、一人でタイムトライアルとかやり続けてさ、自己ベストを出すのも楽しいんですよね。オンラインはね、一応最大12人まで、遊べるらしいですから、対戦自体もすごい白熱しちゃいそうですよね。いやもうね、まあ、オリンピックのゲームでマリオとコラボしてる場合じゃなかったんじゃないかな、ソニックは。こっちでマリオとコラボした方が良かったんじゃないの。ね。続きまして、5月23日発売、アサシンクリード3リマスター。2012年に発売されましたアサシンクリード3なんですけれども、追加ダウンロードコンテンツをすべて収録して様々な機能を改良した上でリマスターされております。さらにですね、 PS ビータ向けに作られていたアサシンクリードレディリバティも、同梱されて収録されているということですが、すごく豪華になっております。さらに PS4 Pro であれば、4K と HDR にも対応しているんですよね。そして高解像度テクスチャー、これリマスターすごい豪華なリマスターになってるんじゃないかと思います。またゲーム面の方もね、改善が施されているようでして、例えば武器の選択が今時らしいホイール選択でシームレスになっていたりですとか、あとステルスしている時に口笛とかで敵を誘導することができるっていう本来なかったシステムを追加しておりますので、大きくプレイ部分も改善されているかと思います。アサシンクリードオデッセイのシーズンパスを持っている方はもう3月の末からね、遊べてるゲームではあるんですけれども、単体での発売が5月23日からとなっておりますね。過去のアサクリに触れるいい機会なんじゃないかなと思いますので、ぜひよかったらどうでしょう。
きまして5月30日発売ライアンマーツリベンジミッション、こちらはですね VR 専用のゲームとなっております。映画の主人公になりたい、そんなね我々の思いをゲームは今までに何度も何度も叶えてくれました。没入感のあるゲームプレイ、夢中になるようなストーリー、このライアンマークスに関しては映画の実体験をですねさらに高いレベルに押し上げてくれるのかもしれません。 VR だからこそ可能なリアルな映画体験なわけですよね。ただしですね、このゲーム、自由に移動っていうのはできないみたいです。移動は定点移動で決まった場所にしか行けないっていう風に書いてある記事を見ました。まあ、PS ムーブを使って遊ぶゲームなんでおのずとそうなっちゃうのかななんていう風に思います。で、PS ムーブはね必須なのか必須ではないのか、一応ね対応って書いてるんですけど必ず必要かどうかっていうのは書かれている、記載されているものを見ないのでちょっとわからないんですけれども、ただ PS カメラは必須みたいです。まあでもこの手のゲームはね PS ムーブを使ってこそのゲームだと思うので遊ぶなら絶対ね PS ムーブ用意した方がいいかなとは思いますけれどもね。そのほら万が一できなかったら困るじゃないね。PS ムーブもってこうはしご登るときとかこうやってやるらしいよね。でなんかリロードするときも自分でなんかこう動かしてリロード、普通のゲームみたいに四角ボタン押してリロードとかじゃない、ね、武器こう変えるときとかもなんか背負ってる武器を変えるときはこうこっちにこう手回してとか腰に手回してとかそういう風にして武器を変えたりとか、マジでね主人公になりきりゲーですよ。続きまして5月30日発売、これ僕大好きですよ、ヴァルハラ。これさあこの世界観ですよ、そしてこのファミコンライクな美しいドット絵のビジュアル、まあ、ファミコンライクといっても、まあ、正確には昔パソコンで出ていた日本のアドベンチャーゲームにインスパイアされて作られた海外のゲームらしいんですけれどもね、めっちゃ惹かれる。ゲーム自体はですねサイバーパンクバーテンダーアドベンチャーということで基本はアドベンチャーゲームなんですが、まあ、バーテンダーが主人公なんでお酒を作ってお客さんに出していくんです。そうすることでストーリーが進み分岐していくっていうことらしいんですよね。お店の音楽とかもバーテンダーである主人公が自分でこう決めてかけたりすることもできるらしいです。もうねなんていうかサイバーパンクの世界で広角機動隊とかアキラみたいな雰囲気をふんだんに醸し出してるかななんていう感じがしますよね。まあ、僕はサイバーパンクって言われるとガンムが最も好きな作品だったりはするんですけれども、まあそれは置いといて、あの主人公はバーテンダーとして働いてるので、まあお給料が振り込まれてくるらしいんですけれども、そのお金で自分の部屋を模様替えとかできるらしいんですよね。その代わり、家賃が払えなくなるとゲームオーバーのようです。ご利用は計画的に。これすごい魅力的なゲームですね。さあというわけで、5月発売予定は撮影現在の時点で分かっているものは以上となっております。少なくないか。いや、少なくない。いや、まあ、発売月によって出る本数が変わるのは、まあ、わかると思うんですよね。年末商戦とかたくさん出るでしょうし。ね、じゃあ、去年、2018年の5月はどれぐらいのゲームが出てたかというと、20本弱出てました。20本弱。その中で、ダークソウルリマスター、デトロイト、ペルソナ3ダンシングムーンライトとか、ペルソナ5ダンシングスターナイトなんていうのも出てたり。注目作も出てましたし、まあ、シャンティみたいな根強い人気のゲームとかっていうところも出てたりするんですよね。っていうふうに考えるとですね、まあ実際5月にもっと日にちが近づいて緊急で発売されるようなゲームが 2,3 本増えたとしても、まあ、だいぶ少ないよなっていうのは正直あるといえばあると思うんですね。で、じゃあなんでこんなに発売されるゲーム少ないのっていう話なんですよ。これなんかあるぞこれ。いやこれなんかあるでしょこれ。プレイステーションこの今後の動きになんかあるでしょ。それがすごくいいお話なのかすごくちょっと残念なお話なのかどっちかはまだわからないよ。なんか想像しちゃうのはさね、プレステ5が出るからねちょっと発売するのを今控えてるんじゃないかとかってなんか想像しちゃいそうだよね。しちゃいそうだよね。まあ、実際のところどうなんでしょうかっていうところは、まあ、神のみぞ知る。いや、ソニー様のみぞ知るといったところだとは思いますけれども、まあさ、少ないゲームの中で、ぜひですね、まあ楽しそうなゲームを見つけていただきたいなというふうに思うのとともに、これじゃあちょっとね、選びきれないなっていう方のためにですね、まあ、2019年5月に発売されるものではないんですけれども、じゃあこのゲームやってないならやってみたらどうですかっていうゲームを何本か紹介しましょう。一つはこちら、プレイステーションバリューセレクションより、デトロイトビカムヒューマン。こちら3900円で今ね、パッケージでも発売されております。ちょうど1年前の5月に発売されていたこの作品。非常に心えぐストーリー。非常によくできたアドベンチャー。ゲームの没入感ってここま
で上がるかっていうぐらいアドベンチャーの最高傑作なんじゃないかと私は思っております。フォトリアルな世界観ですので好みは分かれるのかもしれませんけれども、こういうグラフィックの質感に慣れておくと今後遊ぶゲームの幅っていうのはぐっと広がるんじゃないかなと思います。お買い得にもなっています。さてどうでしょうか。デトロイトビカムヒューマン非常におすすめ。もう一つはこちらスパイダーマン、こちらもですね、バリューセレクションで3900円になっております。オープンワールドゲームの中でこれだけ爽快感のあるゲームって他にあっただろうか、そんな風に思わせるゲームだと思います。洋ゲーっていうのは日本じゃそんなに売れないっていうのが定説だったんですけれども、そんな常識を覆して日本でも売れに売れまくったスパイダーマンを動かすのは本当に楽しいし、何よりこれもまたストーリーがよくできてるんですわね。ということで3月に2019年の3月20日に、バリューセレクションとして発売されてお買い得になったばかりの作品です。いかがでしょうか。そして最後はこちら、こちらはプレイステーションヒッツと銘打って、発売されておりまして、なんと1990円の超お買い得価格、ブラッドボーンです。最近ですね、フロムソフトウェアさんが作ったセキロなんていうゲームがですね、難しくて面白いと非常に話題だったりしますが、これもフロムソフトウェアさんが作ったゲームです。雰囲気としてはゴシックホラー調のゲームとなっておりまして、なんかちょっと不気味で怖いんだけれども、とても美しく芸術的な世界、そしてめっちゃ難しいです。さあ難易度が高いゲームっていうのはここ昨今ではですね、非常にですねゲームの奥深さも相まって、よく注目されております。難しいゲーム、苦手としている方も多いかもしれませんが、試してみてはいかがでしょうか。僕も難しいゲームにどっぷり浸かるようになったのはこのブラッドボーンのおかげだったりするんですよね。さあというわけで、今日の動画はここまでといたしましょうね。ゲームの発売本数に関しては実は6月の方がまだね、発売本数今の段階でも、本数増えてくるかと思いますので、今後ねまた新しいソフトがどんどん出てくるかと思います。それに、今まで発売されたプレイステーション4のゲームソフトの中で非常に楽しいものもたくさんありますので、遊ぶゲームは山ほどあるということで、またね、新しいプレイステーション5のね、登場やなんかそんな話なんかも出るんじゃないかななんていう期待やね、楽しみもね、胸の内に秘めながら今あるゲーム最大限楽しんでいきましょう。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。